今週はですね、ちょっとみんなにうるせえなって思わせちゃうかもしれないんですが、この1週間ね、ものすごい大事なんですよ。本当に大事な1週間なので、若干暑苦しくて、口うるさい配置になっちゃうかもしれないんですが、よかったら最後までお付き合いください。改めまして、どうも、ハイチーです。今日は4月22の投稿なんですが、なぜこの1週間をね、ここまで口うるさくね、大事だって言うかっていうと、ちょいと皆様、カレンダーを見てほしいんですが、今週末、3連休がありますよね。で、多分3日間学校に行った後に、ゴールデンウィークなので4連休がやってきます。皆さんもみんなもね、周知の事実ですよ。よっしゃーって思ってる方多いと思うんですけど、問題はその後です。あと、その4連休が終わった後、ちょっとカレンダーめくっていくと、カレンダー通りであれば、おそらく3連休しばらくないはずです。つまり、通常のね、スケジュールが戻ってくるわけですよ。で、4月っていうのは、前も動画でも言いましたが、すごくリズムが作りにくい。いろんなね、環境が変わった状況なので。で、うまくいってないなって、今日々の生活がね、なんかこうね、こうせわしなく終わっちゃってて、うまく頑張れてないな、なんて思ってる方もいるかもしれない。で、それを整え直すというか、このリズムだって、これならうまくいってるっていうのを作れるのは、このゴールデンウィークまでなんです。ここまででもちょっと暑苦しいなと思う方いると思うんですけど、もうちょいだけ お付き合いいただいていいですか？少し厳しい話をさせてもらいます。例えばこの4月まで、ダラダラしちゃったなとか、うまくいかなかったなって、頑張れなかったなって思う方がいるとするでしょ。で、その方で、この1週間とか何もやらずにいたら、5月、6月、7月、夏休み入るまでだね。おそらく1学期の期間はそのまま行きます。グダグダしたまんまで、もっと自己嫌悪になります。もっと早く頑張ればよかったなって、もっと早く気づけばよかったなって。で、そういう子を見てきてるんですよ。特に夏。夏ってさ、俺もともと塾講師やってたんですけど、夏休みって入塾してくる子が多いんだよね。で、大体の子がそこなんだわ。1学期、テストあるじゃん、中間期末って考差があるから。で、そこでさ、すごく厳しい現実を見てしまって、夏休みに変わりたいって思って入ってくる子が多いの。それも変われるよ。だからみんなも、もし1学期やらかしても夏でひっくり返せるよ。でも、その数ヶ月間やらかしたものをひっくり返すって、それだけの努力が必要になっちゃうんだよ。で、まだみんな約3週間だぜ。この3週間を取り戻すんだったら、その分の夏にかかる努力に比べたらちっちゃくて済むんだよ。そうさせたいんだわ。だから、ぜひこの1週間ちょっとうまく使っていきましょう。じゃあ実際何をやったらいいかっていうとこなんですけど、今週1週間、もっと言うとゴールデンウィークも含めるから、2週間ですよね。この2週間でやってほしいことは2つあって、まず1個目は平日。学校がある日の時間の使い方の見直しです。これは先々週の動画でもね、話したんで、詳しくはそこを見てほしいんですけど、みんなはさ、生活リズムが変わったでしょ？家でさ、自由に使える時間多分減ってってるんだわ。学生のみんな忙しいからね。で、その家にいる時間の中で、やらなきゃいけないことと、やりたいことと、振り返ったらやらなくてもよかったことってのがごちゃ混ぜになっちゃってんだ。で、それをまず整理しようぜ。で、やらなくてもよかったことはやらなくてもよかったことなんだよ。いい？まずちょっとさ、放り投げよ。で、空いた時間があったら入れてもいいけど、そこは。でさ、あと、やらなきゃいけないこと、主に勉強になっちゃうと思うんだけど、それを一日の中でできる限り早いタイミングでやるっていう。そこから始めよう。どうしてもね、時間っていうのはだんだん遅くなっていくんだ、後ろに。後ろ倒しになっちゃうから。だからもう一回、まず、早い時間でやるべきことを終わらせるって。で、やることやったらさ、浮いた時間は好きに使っていいじゃん。やりたいことやっていいんだよ。 YouTube 見たって、ゲームしたって、雑誌読んだって構わないんだから。だから、まずそこから意識していこう。で、もう一個やってほしいことは、本気の 2days を作ってください。これは主に休みの日を使ってほしいんですが、まず1日、どこかね、みんな休みの日もさ、部活あったりバイトあったりするかもしれないけど、この1日はマジで本気で勉強に当てるってやってごらん。自分が本気を出したらどこまでできるんじゃいっていうチャレンジをしてほしい。で、そのチャレンジ、なんで 2days にしてるかっていうと、勉強は1日にしてならずです。だって、俺らは機械じゃないから、勉強したものをさ、保存ボタンで保存で定着しないんですわ。反復が必要なの。だから1日の中でさ、まずこれをやる、これを覚える、この問題集を終わらせるとかね、ここまで進めるって決めるじゃん。目標を決めんだよ。
決めたら、それをまずタイムスケジュールでここでこれをやってって組み込んでいきます。で、それも無理をしすぎよってわけじゃなくって、ここでやって、これは休憩、ここでやって休憩みたいな。で、それも反復をどういうふうにやったら定着できるのかなっていうのも全部考えた本気です。それでまず1日を頑張るの。じゃあもう1日は何をするかっていうと、そこで覚えたものがちゃんと定着してるかのチェックだったり、そこでチェックして抜けてるものがあるからいいんだよ。抜けるんだから、うちらは。で、抜けたものをどうやって再定着させるのかなって、この2日間を使ってできなかったことをどうやってできるようにするね、覚えてなかったこと、知らなかったことをどうやって頭に定着させる、暗記させるのっていうのを考える 2days を作ってください。まだ定期テストもそんな近くない方もいるよね。なんでこんなにね本気になんなきゃいけないんだって思うでしょ。思うよ、分かってる、ごめん、思ってるけど、でもこういったね自分の扱い方、例えば何か勉強しようとか思った時にどうやってやったら効率よくできるのかなっていうのは、早いうちに武器として持ってた方が絶対にいいんだよ。だって腐らないんだから、この武器は。でもじゃあさ、テスト週間になって、やべやんなきゃって時から、じゃあその武器を作るのかい。持ってないから、まず武器を作るとこから始めたら時間かかんだもん。その分テスト勉強に当てられる時間が減っていくんだぜ。だから武器は先に作る、作っといて損はないから。で、この武器は腐らないから、だからまずこの武器を作るっていう意味でも、この1週間2週間みんなをうまく使ってくれ。でもしつこくね、何度も言うけど、全部が全部勉強に当てろなんて思ってないよ。遊んでくれ、たくさんリフレッシュしてもらって構わないから。それだけ4月は大変な1ヶ月で頑張ったんだから、そのねぎらう意味でもリフレッシュはしてほしいんだけど、まあ両方よね、両方、リフレッシュする面と頑張る面をしっかりを組み合わせて、いいゴールデンウィークをぜひ過ごしてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。暑苦しかったですよねいつも動画ね見てくださってた方は、まあまあいつもことでしょって思うと思うんですけど、まあ初めましての方もいらっしゃるかもしれませんので、こんな人間です。割とこう耳障りのいいことだけじゃなくって、なんだな、カツを入れるというか、ちょっとこう背中をポーンってするような動画も、結構撮っていく人間なので、まあまあまあそういうの好きじゃない方はね、こうタイトルとか見てもらってちょっと選んでもらえたらと思うんですけど、でも私よく思ってることがあって、でそれはこの動画、こういう動画を撮る理由にもなってるんですけど、皆さん今まで人生生きてきて後悔したことって少なからずありますよね。後悔がゼロの方ってなかなかいないと思うんですよ。でも皆さん、後悔と反省って違いってどう感じてますか？多分これ辞書で調べればもちろん違うんだけど、結構似てると思ってんの、生きていく中での後悔と反省ね。で、俺は自分で思ってることだよ。俺は反省はね、結構次に活かせるものだ。な、こうしときゃよかったなって思う気持ちは似てるんだけど、後悔はね、ネガティブに引っ張られるもののイメージなのよ。で、反省は次に活かせるもののイメージなのね。で、それをさ、どうやったら変わるのかっていうのはもちろん自分の捉え方によるんだよ。あることがあった時に後悔してるのか反省してるのかって自分の捉え方なんだけど、よりこう反省、つまり未来の自分につながるようなものになるには、なぜどうしたらいいかっていうと、そのあることで、こうしたらよかったなって、あることがあるじゃん、もっとこうすればよかったっていう、そこに努力があるかどうかだと思ってんの。頑張った結果うまくいかなかった、それはでも、ね、反省につながるんだって。そこで努力したことがあるから、何かをこうチャレンジしたものがあるから、チャレンジしてるから、あ、ちょっと違ったなとか、もうちょっとこうすればよかったなっていうのが出てくるから次につながるんだよ。でも努力をしてなかったら何もそこに次に生かすものができない。次は頑張ろうしかできないじゃん、そうなっちゃうと。で、それはやっぱ後悔につながりやすいと思ってる、俺はね。だからもちろんこれはみんなに強要するものではないんだけども、今回ね本編でも話したことにつながるけどさ、こうやっぱり自分が工夫したり、まあ、もちろんそこには痛みだったり苦しみはつきまとうんだけど、でもやっぱり頑張ったことっていうのは、その後にうまくいかなかったとしても、で次がうまくいかなくても、その次でうまくいくかもしれないじゃん。だから必ず反省をして次に生かせる。で、次に生かすっていうのはみんなの人生がより豊かになっていくっていうことだから。そう、だからこんな話をさせてもらいました。
はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間大事な1週間だぜ大事な1週間ね、お互い、しっかりね時間大事にして過ごしていきましょう。ではまた来週お会いできたらと思います。それじゃあ戻れバイバイ。